SCP-1330-JP の1個体。アイテム番号 SCP-1330-JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。すべての SCP-1330-JP 個体はサイト81に設置された専用収容棟、カクタスマンション内の 5×5×5 メートルで仕切られた。各収容室が10メートル間隔で離れている収容室に個別に収容されます。各収容室内には必ず SCP-1330-JP 個体の1体のみを収容してください。収容室内には 1.5 メートルを超える棒状の物体が存在しないようにし、SCP-1330-JP の開花中は収容室内への立ち入りを完全に禁止します。開花中の SCP-1330-JP 個体同士の接触は年に一度のみ許可されます。SCP-1330-JP 個体同士の接触は許可されません。説明、SCP-1330-JP は全長2メートルの体の弁慶虫、カーネギー・エイ・ジガンティ、です。開花中の SCP-1330-JP 個体は未知の手段によって周囲にある物体を掴み上げ、他の開花中である SCP-1330-JP 個体に対してオーダーを行います。SCP-1330-JP がオーダーに適切であると判断する物体はおおよそ 1.5 メートルから 2.0 メートルほどの棒状とされるものです。オーダーに使用された物体は、物理的な衝撃によって非異常性の破損を起こします。この物体には人間も含まれるため、開花中の SCP-1330-JP への接近は禁止されています。SCP-1330-JP は、県、市に存在する植物園で発見されました。オーナーである、市から警察機関へ、サボテンが、3を持ち上げて、3を殴り殺した、という通報を傍受した財団によって回収が行われました。施設関係者にはクラス C 記憶処理が施されました。発見時に開花中であった唯一の SCP-1330-JP 個体が、死を掴み上げオーダーを行ったと見られています。オーダーされた、死の身長は 1.92 メートルと SCP-1330-JP 個体に近似したサイズでした。また、現場からは、死のものとされるサボテンの成果を使用した装飾品が発見されています。ほいオーダーされた SCP-1330-JP 個体からは花粉とされる物質が飛び散ることから、受粉が目的の行動であると推測されています。しかし SCP-1330-JP 個体の耐久力は非異常性の弁慶虫のものと同一であるため、オーダーされた個体はほとんどの場合致命的な破損を起こします。個体保護の観点から SCP-1330-JP へは作業用ロボットを使用した人工受粉が予定されています。インシデント、1330-JP、2000年、月、日、受粉のために開花中の SCP-1330-JP の2体を接触させた際、オーダー用に与えられた 1.5 メートルの角材を SCP-1330-JP の2体が同時に掴み上げ、奪い合う、かのような動作を開始、2分後に角材は中央部より折れ、SCP-1330-JP の2体が角材を所持した状態となりました。直後に SCP-1330-JP は2体同時にオーダーを行い、2体同時に破損したため、SCP-1330-JP 個体同士の接触は禁止されました。